はい。基礎から学べるバレーボール上達の鍋です。この動画ではバレーボールの技術を学んでいく過程で、つまずきが起こるポイントを解決して、皆さんと一緒にレベルアップを目指す動画になります。で、今回は Yahoo 知恵袋の質問に答えていきたいと思います。で、今回の質問が、バレーボールの二段トスでなんで二段トを言うんですか？セッターがきちんと上げたトス以外はなぜ二段なのかよくわかりません。どなたか教えてください。この質問ですけども、私も当たり前のように二段トスって使ってたので、改めてなんで二段トスっていう意味なのかなっていうふうなことで、ヤフー知恵袋の他の方がね、質問に対して回答したので、その回答をね、引用してちょっとご説明したいと思います。じゃあそこにね、説明があるのは、二段トスという言葉はバレーボールでよく使われる言葉です。最近の指導者にはサーブレシーブやスパイクレシーブが乱れた時に、コートの後衛やコートの外からスパイカーに持っていくロングトスのことという解説があります。しかし、二段トスの2や段の意味は解説から読み取れませんということで、まあ、そうですよね。二段トスっていうのはこの解説の通りで、皆さんもね、同じの認識だと思うんですけども、まあ、サーブレシーブとか、ね、スパイクレシーブが乱れた時に、セッター以外の人が、まあね、レフトとかライトに向かってオープンとかっていうふうに上げるトスのことを二段トスっていうと思いますよね。じゃあね、その二段とか段っていう言葉についてなんですけど、一段攻撃、二段攻撃、三段攻撃っていうのがあるようで、一段攻撃っていうのが、相手からの返球を直接攻撃すること、ダイレクトアタックのことを言うということで、まあ、この例ってすると、まあ、ネットがあって、最後にボールをね、返す方が、まあ、レシーブかオーバーでも何でもいいですけど、ね、レシーブで返しました。その時にこっちのね、人がネット付近で待っていて、で、それで返されたボールを直接打つと。それが、まあ、この方は1回目で触って攻撃しているので、1段攻撃っていうことですよね。で、じゃあ2段攻撃っていうのは、相手からの返球をパスで、次にスパイクの2回目で攻撃することっていうことなんですけども、この例としては、セッターの2が一番わかりやすいのかなと思います。で、ネットがあります。相手がスパイク打ちました。で、レシーブをして、で、セッターの方にボールを上げます。で、セッターが上げると見せかけて2で打つっていう感じですね。よく左利きのね、身長高い、打点の高い選手っていうのは2攻撃、2で打ってきますよね。っていうことなのかな？一番わかりやすい例としては。レシーブをして、ネットからちょっとね、ボールが、レシーブしたボールが近くて、セッターが2で打つか、アタッカーがね、トスを上げると見せかけて打つっていうパターン。まあ、2回目で、ボールを2回目で触って打つっていう攻撃を2段攻撃っていうことですね。で、3段攻撃っていうのは、これはまあ普通の、まあ、相手がスパイク打ちました、レシーブしました、で、トスします、で、スパイカーがアタックする、レシーブ、トス、アタック、これが3段攻撃っていうことみたいですね。で、1段、2段、3段のっていう、それは意味なんですけども。で、それで今は、まあ、6人制っていうのはね、ブロック、相手がスパイク打ってきて、ブロックをした、ね、味方がブロックをした時って、これ1にカウントされますよね。ブロックをしました。で、1にカウントされなくて、で、レシーブした時には1で、セッターに3なんですね。で、9人制の場合だと、ブロックしたものが1にカウントされるんですね。相手がスパイク打ちます。ブロック触りました。1で、レシーブで次2で、レシーブの人がトス上げてスパイカーが3っていう、ブロック1、レシーブ2、スパイカー3で、6人制はブロックがノーカウント、レシーブ1、セッターにアタッカー3っていうことなんですよね。これそれで、昔は6人制もその1回目が1というふうにカウントされたんですね。まあ、これはね、昔の名残で、ね、ブロックに当たって、で、レシーブすると、レシーブスのセッター以外の人がトスを上げてアタッカーが打つっていう、この名残が、その2段トス、2段攻撃っていう名残で、2段トスっていう風に残っているみたいですね。今ではね、全くそういったことはなくて、基本的には、ね、そのブロックに当たってカウントされないので、誰がね、そのレシーブして、まあ、弾いたところで、次の人は2回目で、3回目で打つんですけど、3段攻撃なんですけども、まあ、昔のね、名残で、セッター以外の人がトスして
上げて打つっていうのが2段の攻撃なので2段攻撃っていう風になったみたいですね。はい、じゃあそれで、ね、今回の2段トスっていう意味ですけども、まあ、ほとんどの方がねこういった昔の歴史を知らないと思いますし、まあ私も知らなかったんですけども、もし、ね、2段トスわかるみたいな感じで、まあ、質問してもらって、わかんない方がほとんどだと思いますので、2段トスってこういう意味なんだよっていう風に、まあ、私の解説がねちょっとわかりづらいかもしれないですけども、まあわかりづらかったら下の方にリンク貼ってるので、まあ、読んでみてください。はい、じゃあそれではこの動画に対しての質問、バレーボールに対しての質問はコメント欄にお願いします。この動画が良ければね高評価ボタンお願いします。チャンネル登録をされたい方はチャンネル登録もお願いします。また Twitter や LINE アットとかもしてますので、ぜひともよかったらフォロー等々お願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。